はい、こんにちは。2023シリーズ2サード強さランキング、主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位、マキノン選手。現状はリアタイでは使いにくいので、今後のノールカップに期待。第11位、フランコ選手。パワー高いのはいいが、超プリヒッター持っているので、純正向けの選手。第10位、デビッドソン選手。プリヒッター持っているが、ステータスは高いので、純正におすすめ。第9位、安田選手。弾道高弾道で特殊能力出れば、かなりステータス上がるので、純正におすすめ。第8位、石川選手。ステータスはそこまで高くないが、超広角打法を持っているので、かなり打ちやすそう。第7位、宗選手。弾道ラインドライブでサードの守備適性 B なので、かなり使いやすい。第6位、野村選手。弾道高弾道で超広角打法を持っているので普通に使いやすそう。第5位佐藤選手、昨シリーズからセカンドを守れるようになったので結構使い勝手が良くなった。第4位栗原選手、高弾道で超広角打法を持っておりキャッチャーを守ることができるのでかなり強い。第3位宮崎選手、ステータスかなり上がりミパ AA 化のさらにアベレージヒッター広角打法を持っているのでかなりヒット打ちやすそう。第2位村上選手、弾道アーチストでミパ AA さらに広角打法を持っているので左バッターの中では最強。第1位岡本選手、今シリーズからミートが上がり弾道アーチストさらにサードの守備適性 B で広角打法を持っているので現役サード最強格。